高古市は中華人民共和国古北省慶州市に位置する研究市。高古市は湖北省南部、長江と東、慶賀の中間に位置する。東南北の三面が河川に面し、西南は長江を隔てて、湖南昌林昌市と接する。地勢は平坦であり、北西から南東にかけて緩やかな傾斜を形成している。高古市は夏院台は古運房の地とされ、 周大には、周が置かれ現在の清もぎ山に、都の城が置かれた。前710年、周は、周辺の小国と共に諏訪に平丼され、百278年に、旗が僧を滅亡させると、南軍の管轄とされた。前206年、全間発に南軍は、臨公国とされたが、前202年に再び南軍が設置され、高古地区には、修了権が設置された。 新朝が成立すると9年に南軍が南巡軍、終了権は江夏県と一時解消されたが、五官が成立すると25年に再び終了権に名称が戻されている。551年、正義は終了権とめ熊懐権を統合し立て強権を設置した。随代から新代にかけては行政区画の変更が頻繁に実施され、県名も多魂県。 福留和県、文泉県などの名称が使用された。新末の1857年、新しつつみに税関が設立され、1912年の修正廃止に伴い交換道下に、要件が成立した。1926年、同性廃止に伴い新つつみ市が成立したが、間もなく市政が廃止され、要件に編入された。1951年5月、 要件の東、境外南及び管理県東部、加魚県北部、関陽県南西部に新たに、広校圏が設置され、さらに1987年7月31日に、研究市の広校市に改編され現在に至る。二階堂、十四鎮、一民族教を管轄する。ありがとうございます。